脱毛は、現象として人もしくはそれ以外の動物に生えている、毛の一部ないし全部が抜けてなくなることである。しかし医師とは、無関係である疾患や生理現象としてのハゲと、意図的に除去することは異なる性質のものとして、理解すべきである。東洋医学ではカミツイと呼ばれる。脱毛症もしくはいわゆるハゲとは、加齢や病気などによって、頭や体の毛が抜け落ちること。 ある割合の男性は加齢により自然に髪が少なくなって、いわゆるハゲとなる。これは男性ホルモンのアンドロゲンの働きによるものである。女性でもこのホルモンがわずかに分泌されるため、年を取るにつれて髪の分け目が薄くなり、頭皮が見えやすくなることもある。抗生物質などの薬の副作用でも脱毛が起こり、患者に精神的負担をもたらす。 主に頭髪において失った毛を補いたい場合、カツラや植毛の技術などが用いられる。そして進行を抑えるための育毛剤なども開発されている。原因となる皮膚疾患やその他の病気を治療することも重要である。なお、もともと生えていた毛を失う生まれつき発毛がないかあってもわずかな場合は無毛症として区別される。 近年でも、ストレスが関連していると指摘されている。いわゆる、ハゲた頭と毛がなくなった皮膚には、いずれに対しても、ツルツルや、ツルピカなど、同じ擬態語が異なった文脈の中で用いられる。また、思春期を過ぎても陰毛が生えていないか、極端に少ない女性は俗に、パイパンと呼ばれる。本来は、無毛症に対して用いられる言葉であるが、低毛によって、 陰毛を取り除いた女性もパイパンと呼ばれることがある。無毛症とは同一ではないが、このような例のように、言語の用法においてはあえて区別されないこともしばしば、ある。季節により毛が生え変わる、哺乳類や鳥がいる。また、アトピー性皮膚炎、アレルギー性皮膚炎、感染症などで抜ける場合もある。ありがとうございます。